新車最安値に挑戦中、 100% 新車館がお送りしています。新車館チャンネル、いつもご視聴ありがとうございます。 100% 新車館、酒々井成田空港店の牛島です。弊社はですね、国内の全メーカーの普通車、軽自動車を取り扱っております新車専門店になります。でまた北は北海道、南は九州、沖縄まで販売可能エリアとなっておりますので、関東以外のお客様もぜひこの機会にお問い合わせいただければと思います。で今回ご紹介するお車なんですけども、スペシアギアになります。はい、ハイトワゴン、 K の、 ハイトワゴンで、スペーシア、人気車種ですね、にギアというのが出たような形になります。で、スペーシアに、タフな SUV デザインを採用したギアっていう形なんですけども、まあ、前はこんな感じですね。丸めが特徴で、特徴的かと思います。でちょっとジムニーを連想させるようなヘッドライトになってますね。はい、で、ガンメタリックの、塗装が施されている、バンパーですねになっております。はい、前はこんな感じです。はい、では横に行きます。で横もですね、サイドガーニッシュ、これもガンメタリックな形になってますね。はい、で、この辺もアルミホイールなんですけども、14インチのアルミホイールをあえてですね、スチールホイールっぽく見せてるような形になります。でハスラーをイメージするようなどっしりとした雰囲気を出しているかなと思います。はい、そうですね、後ろもこんな感じですね。はい、後ろも同じくガンメタリックの塗装が施されているものになっています。はい、では開けてみます。室内の広さ、あとは長さ高さですねは全てスペーシアと全く一緒になりますので、この辺はそんなに変わりはないんですけども、泥とか水とかが落ちやすいようなものになってます。はい、で、ワンタッチで折り曲げられるようなものと、あとはここちょっとこれじゃ狭いなっていう方はこれを引っ張っていただければ前に出ますし、はい、でこのぐらいの容量積むことも可能ですし、倒していただきましたらその分このぐらい広くなるような感じですね。はい、で開口部の方もすごい大きい広い開口部になっておりますので、で床もヒックもなってる形になりますので、荷物の積み下ろしがとても楽になってます。はい、で2列目をじゃあ行きましょうか。はい、で2列目ですね、2列目の方も、こんな感じで、スペーシアと、一緒の形にはなってるんですけども、どうしてもスペーシアって、子育てファミリー層に人気の車種になってますので、この辺のステップですね、地上高もそのままにっていう形になってます。地上高 34.5 センチだったかな、はい、になっているような形になります。はい、では運転席の方ですね。はい、
このような形です。はい、でまず、シートですね。シートの方、はい、撥水加工されてるシートになってまして、で、特徴的なのが、このシートのステッチですね。シートのステッチ、ちょっとごめんなさい、ビニールかぶっちゃって見にくいんですけども、シートのステッチがオレンジっていうのが、まあ、特徴かなと思います。あとその他にもオレンジがちょこちょこ と、エアコンの送風吹き出し口ですね、はい、だったりとか、メーター周りにオレンジを使っているような形になります。で上に天井行っていただいて、サーキュレーターも同じく、スペーシャと同じくついているような形になってます、はい、で小物入れの方もですね、ちょっと変わってまして、よいしょ、はい、この辺ですね、なんかスーツケースみたいな形の模様になってた、スペーシアなんですけども、ギアの方は工具箱をイメージしたような形になってます、はい、でこの辺の収納は一緒ですね、はい、ポケティッシュが入れられるようなところがあったりとか、あとこの辺にちょっとした小物、まあ、携帯なんかを入れていただいても大丈夫ですし、ここら辺のもの入れていただいても、あ、ここか、入れていただいても大丈夫ですし、この辺はもう全く変更なく使ってっていう形になってます。はい、で今回ご紹介していたださせていただいたのがこういう色にはなるんですけども、ボディカラーは全部で、8種類ある形になります。はい、で、ツートーンが5種類で、ワンカラーが3種類ですねの、8種類っていうラインナップになっております。はい、で、今回ご紹介させていただいたこの車が、XZ のターボになるんですけども、ノンターボとターボ、あと肉四駆で選べるような形になっておりますので、はい、今後もですね、新車情報など、新車情報、あとは旬なお車の情報等々お届けしてまいりますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日はご視聴ありがとうございました。